今回のスピーチューブはぶらり歩きディープエリア宝冠町4丁目にお邪魔いたしました。4丁目で食べる、4丁目の気になるあのお店へ突撃、食べる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 、そして食べまくる、最後までよろしくお願いいたします。アプリの人ですか？アプリの人。あ、Tinder の方です。おはようございます。おはようございます。というわけで今回は原健さんと3丁目の入り口から4丁目まで行ってまいります。台湾広場。広場。広場。4月1日からラジオ体操を始めます。ここで？ラジオ体操。ここで？本当に？まずは手を上に上げて、背伸びの運動。最新作。これ見たことない気がする。私も初めて見た。すごいよ、ほらもうペイペイユーザーの言葉が載ってる。ない、これ最近じゃない、本当に見たことないと思う。こんな感じの宝冠町のマップがあったんですね。いや、これは使えますね。いろんなあの商店さん、まあ、飲食店さんね、載ってますね。もうこれを見ながらね、あのぶらり歩きできますね。ぜひ皆さん見てみてください。しかも今日あれ天気で、ね、昨日めっちゃ雨だったのに。そう、そうだった、やだったね。よかった。晴れてる。誰の行いの良さなのかわからんけど。本当ね、もう頑張ってるからですよ。俺？私が。あ、私。いや、今上げてくれるのかなと思って、気持ちよく撮影に入ろうかなと思ったのに、私が。俺じゃなくて。いや。お互いです。あの宝冠町っていう絵もなんか結構なんかやばくないですか？というわけで3丁目を過ぎまして、ここからは宝冠町4丁目ということで、もうね、出だしからこんな感じでね、ディープな感じの絵があるんですよね。楽しみです。あ、美味しそう。焼肉屋ある。なんか韓国っぽい。確かにガッツリ焼肉だよね。韓国の鳥っぽくない？団子屋さんもある。あ、美味しそう。団子屋さん気になるな、これ。行ってみますか。行ってみます。俺むしろこの亀が気になるけどね、ここの。何これ、全然気づかなかった今。このインパクトいいですね。何これ、すごい。うーわ、うん、カットンかな。カットンでしょ。そう、売ってるわけじゃない。多分。うぐいす餅とこの桜餅も美味しそうじゃない。いいね。ね。はい。じゃあ改めてお邪魔します。おい、コンペイトーってなかなか見ないね最近。確かに。うん。かわいい。
色もちゃんと分かれてあっていいね。すごい。そしていろんな賞があるんですね、うん、これ。そうですね。お菓子の賞。はい。博覧会があるから。はいはい。それもお二人で賞取られてどんどん。お父さん嬉しそうですね。すごい。うん、これが最一番最。すごいか。大賞じゃったかな。明治じゃったか。はいはいはい。この前の伊豆戦場と同じぐらい。岡山温度って言うのかな。うん、名前はね、すげえ気になる。で、悩んだよ。悩んで、いやでもこれ菓子博金賞やっぱ行っとこうと。それも美味しそうじゃない。さくら餅も食べたいな。食べますね。いっぱい。うん。じゃあ俺はちょっとさくら餅じゃない何かを食べよう。うん。そうか、だから栗粉一つと、はい、ピーチョコもなか一つと、はい、あとこの備前の太鼓一つ。はい。はい、うん、超ごまく。本当だ。いっぱい入ってる。うん、じゃあ栗粉をいただきます。うん。栗がね、大きい。すごい大きいこれ、ほら。見るこれ。大きいねこれ。すごい贅沢。幸せ。これなんかあれだね、月曜の昼からこうやって飲んでるわけ。これピーチョコモナカ。なんか予想とちょっと違う、うん、違うんだけど。え、これはモナカがモナカ？モナカだ。いただきます。で、周りがチョコなの。なあ、本当だ、面白い。これめっちゃ美味しいやつ。どれどれ。これめっちゃ美味しいやつ。もうマジで、ほんまに。これはいいな。甘いの好きやし、チョコ好きやから。あ、ほんまに。最高。普通のチョコだけだったら、うん、あんまりインパクトがないんだわ、ぼやけて、うん、だから、ここもお茶？ここ、あ、でもここはお茶じゃん。岡谷。わー、なんかさ、見たことないのかな。うん、そうなんですよ、こパックとかばっかりだけ、はい、見て、この紅茶じゃない、コーヒー豆みたいな麦茶、ね、これどうやって飲むんですか。炊いてね。炊いて、うん、そのまま夜間に入れりゃいいんですか、うん、これ、うん、そうそうそう、炊かないでよ、うんうんうん、炊くんじゃ香ばしいっていうか、パックのよりは、はい、濃くなっちゃうから、うん、熱湯入れただけじゃ出んからね。ああ、ちゃんとじゃあ米火にかけて、ああ、そっかそっか、夜間で沸騰させてだかんと。ああ、なるほど、パッと入れただけだよね。はい、というわけで初めて見たこの麦茶なんですけども、大変ね丁寧に説明していただきました。こちらね、岡山松濤園さんなんですけども、この茶道具やお茶など取り扱ってるお店ということです。ぜひ皆さん行ってみてください。ここはお茶専門店なんですか。お茶屋とお茶の道具、道具、お抹茶茶碗とか、はいはいはい、それが主なんです。なるほど。なんかさ、いいな、昔の人っていうか、昔の人っていう言い方もあるけどさ、昔の人言い方がちょっと今の今の今のね、なんかこう、でも昔からここに住んでるのが詳しいよ、まあ、なんか人が多いね、なんかすげえ優しいわ、やっぱりお客さん、いろんなお客さんとずっとね、うちがね、近いんだよ、ここから歩いて10分ぐらい。あ、そうなんですか、うん、なるほどね。そう、宝冠町が良くて、でも私の家もね、この宝冠町からも近くなるから。あ、そうだ、うん、結構ね、そこは何、うん、なんかでもバイク覚えてる。こんにちは。え、何ショップで、はい、シングルバイクだったり、はい、パーツだったり、はい、プラス、まあ、普通の一般のパーツ修理とかもさせていただいて、美容室。マジで何それ。最強のコラボですね、聞いたことない。すごい。手前は主人、はい、はい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 、
すごい。いや、こう最近さ、そういう夫婦でさ、うん、なんか一緒にこう仕事じゃないけどやる、うん、こうなんか YouTube でもそうだしさ、ね、ね、カップル YouTuber みたいなあるじゃん。いや、すごい新しいよ、斬新よ。同じ空間にこの利用と、利用とバイク、現地外のバイク。いいですか？お邪魔します。最近ですよね、本当に。そうです、31日オープン。本当に最近ですか？そうなんです。はい、あ、そうなんですね。すごい。そうなんです。これはお子さんが乗るみたいな感じ？そうです、キッズバイクで。キッズバイク？上に設定してるのが大体3歳、4歳、5歳。なるほど。お子さんの時からこんなの乗るんじゃん。僕は、でも。のめっちゃおしゃれ。おしゃれ。はい、どうぞ。すごいおしゃれ。この感じの椅子の心拍台見たことないよ。すごいな。インテージっぽい。うん、これもこうひざかける。かわいい。かわいい。なんかいいですね、宝冠町にすごく合う感じ。うん、そうですね、うん、こんなところに美容室と、そうなんです、バイクバイクとコラボで、はい、させていただいて、バイクと美容室の、あ、その横が殿のベーコンさん、横の横だね。あ、横の横か。今日いないんですね、いらっしゃらないんですね。来たよって後で言っとこう。そうですね、写真撮っとこう。お店ちょっとカフェバーでね、最近できたということで。わー、おしゃれ。これカフェ？カフェも営業するんですか？めっちゃおしゃれよ。おしゃれ。まだね、準備中でできたばっかりだそうで、あの普段はお昼とかご飯も食べれるようになるみたいですし、カフェとかバーとしても使えるというか、お店になるそうです。はい、ちょっと行ってみましょう。日替わり定食半額っていうのが美味しそうな、そう、ご飯食べれますよって言われて、食べましょう、食べよう。はい、こちらも4丁目にあります軽食喫茶エトワールさんですね。あのメニューが結構リーズナブルな喫茶店という形で、僕も1回行ったことあります。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。めっちゃ美味しいのに、ハンカツ。嬉しそうか。やった、がっつりやね。やばい、食べたいじゃん。あー美味しそう、ぎっしり。卵が超いい感じじゃない？これくらいの卵が好きよ。うまっ、美味しい。サクサクですね。本当にハムがすごくい。そんなもんか。何っていうか、ちょっともうちょっと食べてから。待ってもいいですか？気持ちはめっちゃ伝わってくる。うまっ。でもご飯めっちゃ合う。ここにご飯入れてよかった。すいません、失礼します。すいません。最高。何？めっちゃボリュームあるじゃん。めっちゃ美味しい。100円は半端ないよ。カツ見た？いや、見た。あんなハムカツ見たことないんだって。あれは分厚さはない。3枚分作る。いや、こっち結構いいね。ここいいね。ここも気になるんだけど、ランチランド気ここ気になるんじゃない？これはあれ、ほんとにやってる。やってる、ここはやってる。空いてるってことか、僕は。そうなんだ。このご飯とか、この辺出してる。はははは、美味しそうだね。美味しそう。
っと外した方に鉄板がある。はい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 、はい、のこの前知った。へー、すごい。これ入ったことない。これまでこんなになってるんだ。いいな、のどかでな。いい天気ですね。食べたね。食べた。まだ全然食べれる。うちもう一軒。まだ食べれる。全然食べれる。美味しかったもんね。美味しかったな。なかなか、いや僕もね、家実は結構近い、歩いて来れる距離なんだけど。はい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 。あんまり入ってたことないお店ばっかりだったから、来れてよかった。私もね、近いんですよ。うんうん。でもなかなかやっぱ車でね、移動しちゃうから通り過ぎちゃう。確かにね。通り過ぎがちだったんですけど、最近ね、あの本当いろんなお店を。気になるなって思うお店とかもたくさんあるんですけど、まあ今日ね、日本もちょっといい感じで原健さんと散策できてよかった。こちらこそ良かったですわ。ここもね、まだ新しくなんかこのライトがついた。最近ね、このミソホーパルト商店街ね、ついたっていうことで、夜はここも綺麗にライトアップされてて、前回ザイモカさん来た時は提灯しかなかったんですよ。ああ、そうそう、その後についたと思うんで。提灯もね、結構最近なの。そうだよね、うん、だからだんだんね、こう明るくなって、すごい夜もね、あのたくさん奉還庁の人が来たらいいなって思っております。はい、ということでまたお願いします。またぜひ誘ってください。ありがとうございます。次はあの朝市。そうだ、朝市また行きます。次はじゃあ今日は朝市にご一緒させてもらうと、ね、はい、はい、楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。